NHK 大河ドラマの放送に合わせ浜松市に建設されたドラマ館がプレオープンしました。セレモニーでは徳川宗家の19代当主や俳優の板垣李光人さんがテープカットをしてオープンを祝いました。館内には歴代の俳優が演じた徳川家康の甲冑や衣装が展示されていて、プレオープンは2月末までです。3月18日からはドラマの小道具や衣装が展示されます。